今日はのりちゃんの生体チェックしていきたいと思います。まずこれが足ですね。釣り映えするので爪がめくれたりちょっと白くなったりしますね。ムチムチの太ももです。爪がちっちゃいので爪切りがいつも大変です。釣り針で膝当てを買おうかなと思いましたが意外と赤くならないのでそのままで過ごしてます。あとお腹は裸を見せられないので腕です。のりちゃんは標準体重ぐらいなのでちぎりパンのムチムチまではなってません。これがよく動かしてる左手ですね。ちょっと顔が見えました。はい、千人に一人と言われる手相の持ち主ののりちゃんです。この生命線とこの線がここの間が離れてる線を両手持ってます。ちっちゃな爪ですね。めっちゃの顔です。リカちゃんは薄毛な子なんですけどだいぶ髪の毛が生えてきました。出産の分娩の時に髪の毛薄い子ねって頭が見えてきた途端言われてそれどこじゃないよ痛いよっていう感じでしたね。すやすや寝てます。ちょっとここにニキビっぽいのが耳掃除が好きな可愛いお耳です。バーバに福耳ねって言われちゃいましたね。まつげは短めののりかちゃんでしっかりした眉毛です。はい、長くなりましたがさようなら。